皆さんこんにちは、おみチャンネルです。今日も前回に引き続き仕入れに行く日の一日ということで動画を撮影してみました。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。成城石井で買ってきたスコーンなんですけど、すごく美味しかったです。これを一個一個ラップで包んでジップロックに入れて冷凍庫で保管します。皆さんおはようございます。今時刻が8時半過ぎぐらいになります。今日は午前中のうちに仕入れに出発できればなと思ってるんですけど、その前にうちのワンちゃんのお散歩に行ってから家を出たいと思います。今日も車で食べるようにお昼を準備しました。あとはいつものショッピングバッグを持っていきます。なくなってます。うん。梅さんいたいた。大丈夫か？亀さんを逃がしてたりとかしてたら10時半になっちゃったんですけど、無事に見つかってよかったです。本当に気になって30分も探しちゃいました。ではこれから仕入れに行ってきます。1店舗目到着しました。車でおにぎりを食べてから行ってきます。はい、では仕入れ終わりました。靴が3点とレディースの洋服を8点で、合計で11点仕入れました。見込みがだいたい3万ちょっとぐらいになると思います。帰ります。帰宅しました。もうまだ5時なんですけど、ちょっと一息つきたいので今から夕飯の支度をして、早めに食べちゃってから少し作業をしてお風呂に入ろうかなと思います。と作り置きしてた豚汁にうどんを入れて食べたいところなんですけど、ちょっと小麦取りすぎちゃってるのでそばにしようかなと思います。簡単ご飯完成です。いただきます。今からご飯を食べたいと思います。皆さんここまで見ていただいてありがとうございました。今日は結局店舗に着いたのが12時ぐらいになっちゃったんですけど、そこから3時間仕入れをして11点仕入れることができました。で、見込みでだいたい3万円ちょっとから4万円ぐらいになるかと思います。3時間でそれだけ取れたから、まあ良かったかなと思います。しかも1店舗だけなので、明日は家にこもって、昨日も仕入れに行ってきてたんですけど、昨日今日で仕入れた商品を明日中に出品したいので、家にこもってひたすら写真撮影をします。今日の夜に採寸だけは済ませておきたいので、ご飯を食べて採寸だけしたら、あとはまあだらだら作業したり休んだりしようかなと思ってます。はい、では最後まで見てくださってありがとうございました。また少なくても週に1回のペースで更新できたらいいなと思ってるので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではさようなら。